動物名詞。今日はアムールトラのオスのカイ。カイ君たちアムールトラはもともとロシアと中国の間にあるアムール川の近くの森に住んでるんだよね。体も鳴き声も大きいし、迫力すごいな。あれ、何照れてるの？本当にカイ君はおとなしいな。のんびりしてる。昼間は寝ていることが多いよね。お昼寝、気持ちいいもんね。カイ君は機嫌がいいと近くまで会いに来てくれるね。近くで見ると前足が丸くてモコモコしていて大きい猫みたい。元気いっぱいなカイ君に会うなら午前中か夕方がいいみたい。夕方にカイ君が豪快にご飯を食べているところが見られるよ。ご飯はカンガルー肉、牛レバーとか生肉を食べてるよね。2006年生まれ、おとなしい。昼間は寝てることが多い。午前中と夕方は元気。夕方ご飯を食べる。また会おうね。動物名詞。今日はチンパンジーのメスの小夏。小夏さんは人に近いチンパンジー。もともとはアフリカの木がたくさんあるところに住んでるよね。手と足を使って地面や木の上とか高いところも上手に移動するね。ご飯は野菜に果物にさつまいもなどなど。本当に人間みたい。食べたいものを拾ってお気に入りの場所で手を使ってもぐもぐもぐ。小夏さんは今40歳くらいなんだ。まだまだ元気だね。さくらさんはスリムで細長い手足。パンジーちゃんはいたずら好きで遊ぶのが好きなんだ。みんなと仲良くなりたくていろんなことをしてくれるよ。みんな人間が大好きだよね。友達がもっと欲しいんだね。小夏さんたちチンパンジーと友達になれるかも。ご飯は果物やさつまいも。手を使って食べる。40歳くらいだけどまだまだ元気。スリムなさくら、いたずら好きなパンジーもいる。みんなと仲良くなりたい。また会おうね。動物名詞。今日はコツメカワウソのオスのフクタ。フクタさんたちコツメカワウソはもともと東南アジア出身だから暑さと湿気には強いけど寒さは苦手なんだって。あとカニ、カエル、魚とか小さい生き物を捕るのが得意だよね。動物園ではドジョウを上手にゲットしてるね。爪が小さいからコツメカワウソって言うんだ。福田さんは家族とか仲間とか関係なく子育てするんで
いっつも群れで動き回っているね。イクメンさんなんだ。でも子供たちはたくさん動き回ってやんちゃし放題。イクメン福田さんでも大変。あらあら、たくさん動き回って疲れてみんな寝ちゃった。福岡市動物園名物のロープを使って回るダイナミックトルネードを見に来てね。暑いのは得意だけど寒いのは苦手。小さい生き物を取るのが得意。爪が小さいからコツメカワウソ。いつも家族や仲間と一緒。また会おうね。動物名詞。今日は四川レッサーパンダのオスののぞむ。のぞむくんはさ、レッサーパンダって言ってもともと中国の高い山奥に住んでるんだよね。だから涼しいところが好きなんだ。今何歳だっけ？5歳？まだまだ元気たっぷりだね。うん？何眠そうにしてるの？夜から朝が一番元気？そっか、眠たい時間なんだ。そういえば、マリモ姉さんもいるよね。マリモ姉さんは9歳だっけ？うん？怒られるから女性の年齢を簡単にバラすなって。心配しすぎだって。そんなに怖がらないで。ご飯は竹とか食べてるよね。好物は意外とリンゴ？おっと、どれだけ好きなんだよリンゴ。のぞむくんは白と茶色で明るい色をしてるからほんわかしてる。あ、マリモ姉さんシャンとしてかっこいいよな。毛色も黒と茶色でいい感じって聞いてる？リンゴばっか食べてないで。リンゴを食べているときはとってもご機嫌。5歳、まだまだ元気たっぷり。夜から朝が一番元気。ご飯は竹、リンゴが好物。白と茶色でほんわかなのぞむ。黒と茶色でシャンとしたマリモ。また会おうね。動物名詞。今日はアミメキリンのメスのリンダ。リンダちゃんたちアミメキリンはもともとはアフリカのサバンナにいるよね。名前の通り毛の模様が網目になってる。本当に背が高くてスラッとしていて素敵だね。身長は4メートル50センチくらい。そういえばリンダちゃんは一昨年動物園に来たジュラ君に弟みたいに優しくしてるよね。ジュラ君はたくさんご飯食べて早くかっこいい男の子にならないとね。ご飯は何食べてるの？主に木の葉っぱに干し草、キャベツや人参も食べる時があるんだ。おお、あんな高いところでご飯食べるんだね。すごい。毎日お昼1時頃に長い舌を使って上手にご飯を食べるところが見られるよ。毛の模様が網目。身長は4メートル50センチくらい。弟みたいなジュラ。ご飯は木の葉っぱ、干し草。お昼1時くらいにご飯を食べる。また会おうね。
動物名詞。今日はビントロングのメスのトロン。ビントロングってみんな知ってた？トロンちゃんたちビントロングは熊猫とも呼ばれるくらいだから、小さい熊のような顔と猫のような身軽さを持っているんだ。もともとは東南アジアやインドの深い森の中にいるから木の上が大好き。もこもこした大きな尻尾で上手にバランスを取りながらすいすいと高いところを歩いているね。トロンちゃんはとってもフレンドリーで、人の肩に乗るのも大好き。誰とでもすぐに仲良しになれそうだね。ん？なんだかアーモンドやポップコーンのような香りがするよ。え？これトロンちゃんたちの匂いなの？なんでこんな香りがするんだろう。あらあら、ご飯も手から直接食べちゃう。果物とお肉とかも食べるんだって。あ、この子はひょっとしてトロンちゃんのチビちゃんだよね。去年生まれた時よりもずいぶん大きくなったね。トロンちゃんたちビントロングの香りを体験できるかも。木の上が大好き、誰とでも仲良しになれそう、匂いがアーモンドやポップコーンみたい、果物やお肉を食べる。また会おうね。動物名詞。今日はヒョウのメスのサナ。サナちゃんたちネコ科のヒョウはサバンナや熱帯雨林とかいろんな場所に住んでるんだって。ネコ科の中では一番たくさんの地域に住んでるんだよね。みんな木登りが得意で、高いところで過ごすことが多いよね。サナちゃんは去年生まれたばかりで、まだ1歳の若い女の子だからいろんなことに興味津々。みんなと遊びたくて近くに来てくれるよ。でも近づきすぎてびっくりすることもあるから脅かさないでね。サナちゃんが怖がるととっても怖い顔したママがやってくるからね。すごい立派な牙。いえ、ルナさんごめんなさい。美人さんなんだからそんな顔しないで。でもいつもはゴロゴロだらーんとして寝てることが多いんだよね。平和が一番だよね。ご飯は何を食べているの？鶏肉に馬肉。やっぱり食べる姿は迫力あるね。サナちゃんもまだまだ甘えん坊。ルナママと一緒にいたいんだね。サナの成長していく様子を見に来てね。木登りが得意。いつもゴロゴロだらーんと寝てる。ご飯は鶏肉や馬肉。まだまだ甘えん坊。また会おうね。動物名詞。今日はマレーグマのオスのサニー。サニーくんたちマレーグマはもともとはタイ、インドネシアとか東南アジア周辺にいるよね。クマの中でも一番小さいんだって。クマって迫力があって強そうなイメージがあるけど、サニーくんたちはなんだかほんわかしてるね。手足が長くてスリムだから、器用に木に登ったり、ロープを使って高いところへスルスルと行けちゃうんだ。サニーくん、よく見ると
整った顔をしてるよね。メスのマチちゃんからもモテモテで、すごく仲良しなんだって。よ、男前。でも男前も大好きな食べ物を前にすると食いしん坊に早変わりするんだ。ご飯は何を食べてるんだっけ？キャベツ、トマトなどの野菜に季節の果物、蒸したさつまいもなどなど、いろんな種類を食べるんだね。意外と雑食性なんだ。サニーたちが器用にご飯を食べるところが見られるかも。高いところが好き、メスのマチと仲良し、男前だけど食いしん坊、野菜や果物などいろんな種類を食べる。また会おうね。動物名詞。今日は白手テナガザルのメスのきなこ。きなこちゃんたち白手テナガザルって、その名の通り手が白くて腕が長いんだ。もともとは東南アジアの森の中、木の上に住んでいるんだって。ご飯は果物やさつまいも、人参とかも食べているよね。きなこちゃんは薄い茶色の毛だけど、みんな少しずつ色が違うんだ。個性があって素敵。きなこちゃんの動いていないときは、こんなに物静かでちょっぴり寂しそうな表情だけど、騙されちゃいけません。実はとっても活発。長い手を使ってすごい速さで動く動く。運動神経抜群なんだよね。それからとってもおてんばなきなこちゃん。飼育員さんにいたずらしたり、わがままで家に帰ってこないことも。静かにしているところとたくさん動いているところ、どっちのきなこちゃんに会えるかな。手が白くて腕が長い、ご飯は果物やさつまいも、みんなと少し毛の色が違う、おてんばで運動神経抜群。また会おうね。動物名詞。今日はマレーバクのメスのユメコ。ユメコさんたちマレーバクは、もともとマレーシアなどの熱帯雨林の水辺に住んでいるよね。だから湿った柔らかい土でも平気なんだって。ご飯は木の葉っぱや果物で、トレードマークの少し長い鼻を使って食べることもあるんだよね。鳴き声は結構高い音で鳴いてる。なんか意外だな。あらあら、年下のジュムリ君と一緒に楽しそうだね。そういえばユメコさんは、メスのマレーバクでは日本で一番年上なんだよ。でもこんなに元気。一緒に暮らしてるジュリ君は日本で一番年上なんだって。すごいよね。ユメコさんたちはブラシで撫でると気持ちよくて寝ちゃうんだ。気持ちよさそう。少し長い鼻がトレードマーク。ご飯は木の葉っぱや果物。鳴き声は高い音。日本で一番年上のメス。また会おうね。
動物名詞。今日はボルネオオランウータンのオスのミミ。ミミ君たちヒト科のボルネオオランウータンはチンパンジーと同じく人間にとっても近い動物なんだ。体は大きいけど物静かでいつもゆったりとした動きをしてるよね。もともとボルネオ島の森の中、木の上で生活するのが好きだから高いところで過ごすことが多いよね。ロープを使って上手に移動してるね。高いところは怖くないのかな。そういえばミミ君のトレードマークであるほっぺたの出っ張りはモテるオスの印なんだよね。実は別の動物園にはミミ君の子供たちがいるんだって。ご飯は果物が大好きでさつまいもや野菜も食べているよね。手を使って上手に食べてる。ミミ君は日向ぼっこが大好きで、暖かい日はタワーの上や草の上でゆったりとしていることもあるよ。晴れてない日は2階のお部屋にいることもあるけど、やっぱりゆったりしてるね。2階のお部屋でミミ君と遊べるかも。体は大きいけどゆったり動く。木の上が好き。ほっぺたの出っ張りはモテるオスの印。日向ぼっこが大好き。また会おうね。動物名詞。今日はアラビアオリックスのオスのサリーム。サリームくんたちアラビアオリックスはもともとアラビア半島の砂漠に住んでいるんだって。すごく立派で綺麗な角を持っているね。え？あのユニコーンのモデルになったって言われてるんだ。道理でスラッとして白と黒の模様が綺麗なはずだよね。そういえばサリーム君の名前はアラビア語で平和っていう意味なんだよね。だからサリーム君はとっても人懐っこいんだ。優しい目をしているし、みんなと仲良くなりたいんだね。ご飯は干し草、ペレットとかを食べるの？サリーム君は今5歳だっけ？まだまだ若いから、たくさん食べて元気に走り回るところが見たいな。サリームくんたちアラビアオリックスの立派な角を見に来てね。立派で綺麗な角、白と黒の模様が綺麗、優しい目をしてる、ご飯をたくさん食べて元気に走り回る。また会おうね。動物名詞。今日はカバのオスのタロウ。タロウさんたちカバはアフリカの水辺にたくさん住んでるから水が大好きだよね。昼間はよく水の中にいるけど冷たくないの？え？休憩も水の中？それって溺れたりしないのかな。それにしても体が大きいよね。いやいや、太ってるとか言ってないよ。怒らないでください。
へえ、体の大きさの割に意外と小食なんですか。省エネ動物なんだ。ご飯はおから、人参、キャベツを50キロってやっぱりたくさん食べるじゃないか。結構テンション高いよね、太郎さん。たくさんはしゃいで遊ぶのが好きなんだね。太郎さんの大きな口の大きなあくびを見に来てね。水の中が大好き。休憩も水の中。体の割に小食。たくさんはしゃいで遊ぶのが好き。大きな口で大きなあくび。また会おうね。